道東の案内日西側の海岸天プラ天王島は沖縄本島南部にある島。沖縄県南城市玉に属する。面積は0.23平方キロメートル。人口は約1000人。南城市役所から約2キロメートル南にあり、同市の最南部に位置する。沖縄本島とは橋で結ばれている。本島側の国道331号から島形を認めることができ。 島内からは南部戦績や知念半島が見える。島の周囲は約1 7トルで1990年代初めに一周道路が完成しドライブコースにもなっている。島は小高い丘になっており、島内の道は迷路のように入り組んでいる。6階建てのマンションも存在する。島の西側はスクーバダイビングスポットである。穏やかな 海峡なことが多いため、他のポイントで海峡が悪く潜れない場合でも、王島では潜ることができる場合も多い。初心者や講習者も多く訪れる。住所は、島全体が南城市玉木矢沢に属する。なお、玉木矢沢は沖縄本島内陸部にもある。太平洋に面子漁業が盛んであり、海産物の食堂や天ぷらの売店がある。 また、旧暦5月4日には、渡み祭りとハーリーが行われている。島には、小中学校がないため、小中学生は橋を渡り、市役所近くにある、玉木小学校、玉木中学校に通う。島の中央にある観音堂は17から18世紀頃に、漂着した当選の乗組員を島の人が助け、手厚く看護したお礼に贈られた、観音像を建て祀った、堂である。 また、海沿いの道には変わった形の大きな岩がそそり立つ、竜宮神がある。ありがとうございます。